はい、皆さんこんにちは、浩司です。今日はナンバー50、2013年の私の行動、その後編をお送りします。本当は1回で全部撮り切れると思ったんですけど、全然甘かったです。ですから約10分ぐらいの動画でまとめるのに、まあ2ついるなというの途中から気づき始めまして、こういう次第になったわけでございます。2013年の私の写真フォルダーの中の日付でしていきたいと思います。最初は名古屋研究会から、それから東京研究会、京都研究会、戻ってですね、名古屋支部だけの研究会もあるんですね。で、それ終わりまして、いよいよ本店出品となりまして、9月1日より東京都美術館、それから7月の下旬頃に愛知県美術館で行われます名古屋巡回、こういったところをですね、ご紹介して、一体どんなものがあったのか、この辺の考察も踏まえながら、できるだけ写真で、で、その頃はまさか YouTube をやると思っていませんでしたので、批評の時の先生の声がですね、取れていると本当に良かったんですけど、残念ながらありませんので、大体の概要を私が覚えている範囲でですね、大体の概要をお伝えしたいと思います。それでは、2013年4月6日、名古屋研究会からでした。場所は名古屋市東区桜会館です。東京本部からお見えになった先生は、茅野義隆先生でした。この時の私の批評は、前編でもお送りした通り、大変な修正で紙を破くような大変なことでありましたが、やりきりました。名古屋研究会の参加人員は、およそ90人ぐらいだったと覚えております。次は2013年4月28日、京都研究会です。場所は本能寺文化会館というところです。京都市役所がすぐ目の前であります。大阪の千代田先生とか、高名な先生たちがいらっしゃってました。名古屋からは中西先生もいらっしゃってました。さあ、私何を言われたのかな？ちょっとすいません。覚えてないんです。ありがとうございました。ちなみにこの京都研究会の参加者は120人を超えてました。ですからもうすごい戦争状態。司会者の方が大変気の毒ですが、とにかくこなすということでどん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 やっておられました。お疲れ様でした。はい、この時妻がついてくると言いまして、まあ同行を許したわけなんですけれども、なんと妻の目的は京都見物だったんですね。おかげさまでおばんざいとか、京都市内観光とか、都大鳥とか、鴨川のほとりとか、まあいろんなところ連れて歩かされましたけども、そんなに京都詳しくない私には、まあ良かったかなと今は思っております。最後は東京研究会です。2013年4月29日のことでした。場所は東京上野にありますスター会議室というところをいつも借りてやられております。まあ場所はですね、広いんですけど、さすがやっぱり東京ですね。ご覧のようにギッチギチです。出席していただいてた先生たちは、まあ茅野義隆先生、玉上先生、滝沢美恵子先生、小野月夫先生などでありました。今日は名古屋は朝一番に行きまして、9時半からですけどね、9時前には着いてたんですけども、20番30番ぐらいでしたね。で、中には朝一の東京、朝一でですね、北海道から飛行機で見えてる方もいらっしゃいました。全部でですね、投資番号で、80番台ぐらいまでが参加して見えてました。皆さんご苦労さんでした。東京都美術館では私の絵はなんと第一室の第一番目に飾られていました。高い評価を受けたものと推測します。
審査員の先生方、ありがとうございました。今後の励みとなりました。私の記憶でいくと、一桁台の部屋に飾っていただけたのは生まれて初めてのことだと思います。今回の作品のですね、まあ私なりに反省している点を申し上げますと、エスキース段階では割とうまくいったように見えるんですね、ここの関係。でも、絵画はですね、奥行き感を表さないと、これいけないんですね。立体感、奥行き感、深み感、色の深み、まあそういったところをですね、表しきれるとですね、かなりな画力と認められていただけると思います。で、今回の問題点は、まあ、ここバンダナなもんですから、壁に対して一番引っ込んでいるんですね。つまり壁なんですね。壁と一緒なんです。壁と一緒なものに、こういった、ウルトラマリンブルーを持ってきますと鮮やかすぎて前に出てきてしまうんですね。これより前にあるのは、魚。これ厚み分です、ね。そして、竿。ここだけ見ると。であとはまあ、バランスを考えて、まず橋本先生からなったように、できたら三角形になるような安定感も持ってですね、配置し、いろいろなりましたけども、まあ、ある先生に言わせると、ごちゃごちゃ多すぎるとか、まあ、それはね、ずっと言われましたけど、一番訴えたいことは、釣り。ですから、魚なんですね。魚を主役として考えてきた。まず、それでも、進化ありました。2013年に、やっとここまでは、来たんですね。じゃあ、こっからどうするのか。それはですね、また8年、9年と長い道のりをかけてですね、毎年毎年試行錯誤で進化を重ねてきたつもりです。まあ、その辺はですね、今後の、まあ、YouTube で、発表していきたいと思いますし、今までもちょっと賞をいただいた作品なんかは、発表しておりますので、まあ、お時間がある方は、我がチャンネルをよりじっくり見ていただきますようにお願いいたします。それでは皆さん、また次の回に。バイバイ。